皆さんこんこにちはもうあの食事に集中していただいてて構いませんであの消化の邪魔にならないように緩やかにお話をしていこうと思いますのであのランチセッションですからあの,のんびりとご参加ください。今回このセッションは日本がん看護学会 というところと共賛させていただいております。日本眼科んん学会っていうのは、えっ、ー、ともうすでに会員が5000人以上いる、がんを専門にしているまあ研究者や看護師で構成されている学会です。もう歴史も30年を超えておりまして、えっ、ー、と毎年あの研究えっ、ー、と。 総会で大会を開いたりしてその時にもかなりの,あの数の方が参加されるような状況です。えっと、看護の業業界のの中ででも実はががん看護が上々企業です他の分野の専門性を持った看護師はなかなか増えてこないんですががんの分野はおかげさまでまだまだ会ったことがないと言われる方がいるかもしれませんが普通の看護師の免許を取った後にがん看護の勉強をしたという人が、えー、もう5,000人単位でいる業界になって ただ、それを皆さんが今度、あの上手に使っていただくってことが、あの重要かと思いまして。学会と共催する形で、今回は、そのがんの専門にしている看護師の活動を知っていただくというセッションを企画させていただきました。それでは、えと、早速、どんな活動をしているのかをご紹介するようにしていきたいと思いますが。あの、皆さん、ぜひ、あの。 ご質問とかをしていただきながらというのともしかしたら皆さんが会ったことがあるナースと今日発表するナースはちょっと違うと思われるところもあるかもしれませんがそこをま埋めていくという意味でこの場を使っていただけると嬉しいなと思っておりますそれでは早速始めていきたいと思いますでは最初のスピーカー早川さんよろしくお願いします皆さんこんにちは えー、早川がん看護専門看護師の早川と申します今日はこのような機会を与えてくださいましてありがとうございました今がん,がん医療はチーム医療と言われている時代ですので医師だけではなく看護師も大活躍をしております、えー、ですのでそういう意味も込めて今日は看護師が一体どんなことをしているのかというところを皆さんにお伝えできればいいかなと思ってあの準備してまいりましたよろしくお願いいたします えとまずがんの治療の経過なんですけれども、えー、健康診断やがん検診自覚症状によって病院を受診し精密検査の結果としてがんが診断されます、えー、と診断は病理診断が決め手となっております、えー、がんの診断に基づいて選択できる治療ですとか目指せる目標 がんの治癒を目指すのか、それとも延命を目指すのか、それとも今ある症状の緩和を目指すのかが示されて、患者さんやご家族の理解、そして希望に沿って治療が開始されます。治療は経過を見ながら評価、CT や MRI 等のあの検査をしながら評価をしていきます。 えー、結果説明を受けてその都度治療の選択が必要となっていきますまた療養の場は患者さんの年齢や患者さんのご希望に沿って決められますけれども、えー、緩和ケアの病棟ですとかあるいは在宅を基盤に治療をしていくのか えー、あるいはご自宅の近くの病院に転院をしてそちらで治療をして療養していくのかというような選択が出てくると思います、えー、そのような長い経過がある中でがんの診断時の不安がんって言われたらどうしようあるいはがんって言われてしまったけれどもこれから一体私の生活どうなっていくんだろうというような不安 手術はしたけれども声が出なくなってしまうあるいは顔の一部胸の一部を手術で切除して形が変わってしまうというような術後の後遺症抗がん剤治療や放射線治療での有害事象がん自体による症状も出現することもあると思います。その間の間 生活や仕事経済的問題など本当にいろんなことが起こると思いますこのような中え病気を診断して治療の方向性を指し示してくれるのはもちろん主治医の先生だと思いますしかし生活やご自身の価値観をもとに治療を選択して癌と共に生きていく 共に生きるということは生活をしていかなくてはなりませんその支援をしていくのが私たち看護師が行っておりますでは実際患者さんご家族をサポートする看護師にどのような看護師がいるかということですが院内の特別院内の中で認定されたエキスパートナースというものもありますし 退院調整看護師というようよなものもののりまますすこちらの後で詳ししく紹介しますそれ以外に今、今日私もそうなんですがお話しさせていただいている専門看護師専門看護師もたくさんいろんな分野があるんですががん看護の専門的な分野でじっくり教育と研究をしてきて資格を得た専門の看護師。 とえー、とその下に認定看護師でございます特にがんの分野はいろいろな治療や支援が必要になってきますので、えー、細かくちょっと分野が分かれておりまして乳がんを専門にやっている認定看護師や化学療法治療について勉強してきた認定看護師放射線治療、えー、がんの痛みのがん性疼痛などなど、えー、それぞれ、えー 重点的に研修を受けて資格を得たこういう看護師がおります実際にどのくらい増えてきているかというとがん看護専門看護師とがん関連の認定看護師合わせて5473名になりますこの中で専門看護師は656名おります、えー、そうですね 日本全国の各病院にじゃあこの看護師がどれだけいるかと考えると到底あのしかしあのがんについて重点的に力を入れて行っている病院あるいは診療拠点病院にはちらほらとこのような資格を持って専門的な支援を行っている看護師が増えております。 ではここからはどのような場面で私たち看護師がどんな風に支援しているのかということをお話ししていきたいと思います。まず病院を受診して外来の場面ですけれども、医師から病状の説明を聞くときですとか、治療中に医師の診察を受けるとき、あるいはまだ治療や何もしてないけれども何か症状があるときの受診時など、外来に行くともちろん外来 には看護師がおりますので外来看護師やあるいは各認定看護師私たちがん看護専門看護師が支援しております。必要に応じて診察にも同席しています。えー、というのもそうですね。えっ、ー、といざ診察の場になると医師の前ではなかなか思っていること考えていることをストレートに伝えられなかったり、医師に聞いてみようと思ってい。 いたことをいざ診察になるとうっかり忘れて診察の質出てきてしまったりというようなこともあると思いますまた癌という病名を聞いた瞬間に頭が真っ白になって後のことはさっぱり覚えていなかったり初めて聞いた治療法や副作用の話になかなか頭がついていかなかったりそのような時に、えー 診察前に症状の経過や変わったこと、あるいは困っていること、悩んでいることを伺って、診察の前にまず問題点を整理していきます。また、医師の説明に対して診察に一緒に同席をすることで、患者さんの思いや考えを、代わりに先生に何々さんはこういうふうに実は思ってるんですよということを言葉添えして差し上げたりということもします。 で診察が終わった後には医師からの説明内容をもう一度噛み砕いて説明させていただいたり患者さんの思いに寄り添った治療や生活が送れるようサポートしています。 こちらでは、手術治療を受けた患者さんに病棟や外来看護師がサポートしていることをお話しします。一般的な術前術後の支援は当然のことですけれども乳がんの患者さんには乳がん看護の認定看護師があるいは手術の場所によってはリンパ節を覚醒するリンパ節を取ってその後リンパ浮腫が生じてしまう。 といいいう恐れがあるる患者さんもいらっしゃると思いますそのような方にはこちらに医療リンパドレナージセラピストとありますがこちらは看護協会の認定ではないんですけれどもそういうリンパ浮腫の患者さんに率先してケアをしてあげたいというような看護師が自分で勉強しに行って資格を持って支援させていただいているそういう看護師も病院にはおります。 また、えー、と具体的なところで言いますと、えー、乳がん術後には手術内容を把握した上で下着や衣類の紹介あるいは選び方を、えー、ご紹介させていただいたり術後の退院後のし生活支援喉、えー、頭がんの術後でなかなかもう声が出なくなってしまった、えー、リハビリをしていかなきゃいけないけれどもそれはそれは長い 期間リハビリをすることになりますそのような生活支援をしたり先ほどのリンパ浮腫の予防ではリハビリ方法やリンパ浮腫に対する圧迫療法など専門的な知識を持って支援していますまた手術でストマ・人工根本を作られる患者さんもいらっしゃると思います、えー、もちろん病棟や外来の看護師が、えー 皮膚のケア等をさせていただくんですけれどもそれ以外にこちらに皮膚排泄ケア認定看護師というものを挙げておりますこちらは直接的にがん関連に関連した認定看護師というわけではないんですけれども、えー、専門が皮膚トラブルですとか、えー、そういう排泄に関したところに関して、えー 重点的に勉強している看護師ですので、えー、ストマ部位の皮膚トラブルの様子を拝見してケア用品やケア方法を具体的に提案させていただいたりストマ管理の仕方、ストマを持ったままどうやって生活していったらいいのか外出時はどうしたらいいのかというようなことについて継続的に支援しています。 病院によってはあのこの認定看護師がいる病院いない病院あると思いますが、えー、皮膚排泄ケア認定看護師がいる病院ではストマ外来というような外来を医師の診察とは別に外来を持っておりましてそちらで、えー、入院中および退院後も継続的に、えー、支援させていただいております。 治療というところでは化学療法放射線治療ということも重要な治療になってきます。こちらにありますように化学療法では化学療法の認定看護師放射線療法では放射線療法の看護の認定看護師が中心になって専門的なケアをしております。どどんんななことととをしているかというとどんな治療も 必ず有害事象の恐れがあります有害事象の中には、えー、薬やその治療がも主に関連した副作用は当然含まれますそのような有害事象の予防もう今は、えー、いかに予防をして治療をするかという時代ですので、えー、有害事象が出ないように事前にどうやって、えー、予防セルフケアをしていくのかでもし出てしまった場合には悪化をそれ以上防ぐためにどう どうやってまたケアをしていったらいいのかというのを随時拝見させていただいて、えー、支援させていただいております。さらに、えー、もちろん治療方方法ですとか方向性は あの決めていくのは医師なんですけれどももしあまりにも有害事象が強く出ている場合には患者さんの苦痛を聞きながら主治医と治療方針について話し合うことも私たちを行っております例えば、えー、そうですね足の裏のしびれがひどくて歩くのもしんどい外来に来るのもしんどいそのような時に、えー、その患者さんの普段の生活が障害されてまでどこまで、えー 我慢ををししながらら治療をしていいいったらいいのかそこの、えー、天秤にかけながら、えー、どういうふうに治療法を選んでいくのかっていうのを患者さんの思いや苦痛を、えー、患者さんに代わって主治医の先生に伝えながら検討していくこともしています。 えー、症状緩和に向けた継続したサポートです、えー、昨日のセッションでも、えー、緩和ケアを早期から行うことによって余命にも影響しますよというようなお話が先生たちからあのー、何度か聞かれております、えー、今ある体の痛み体の痛みだけではなくて気持ちの痛み不安心配 死の恐怖いいろんなこととがあると思いますそのような気持ちの苦痛ですとか治療をしていくのはお金の問題生活の問題、えー、自分は治療してもし残された家族のためにお金を取っておかなくてはいけないいろんな問題があると思いますそのような経済的な問題ですとか治療効果が得られなくなってきた時の生き方 過ごし方残された時間をどう過ごしていくかというようなことに緩和ケアの認定看護師や、えー、とん性疼痛の認定看護師私たちがん看護専門看護師が専門的な支援をしています。例えば、えー、痛み止めの飲み方医師から薬を処方されて処方された通り、り、えー、ただ飲むだけではなくて正しく飲めていますでしょうか え「食前」って書いてあるから食事をしない時には、えー、その薬どうしたらいいのか「食後」っていう薬食欲がないな今日も食べられないな食事しないから食後の薬は食べ飲んじゃいけないんじゃないかそういうようなあの声もたくさん聞きますが、えー、痛み止めの飲み方正しく飲めていますか あるいは、とん服の痛み止めの薬あるいは、えー、下剤の調整ですとか吐き気止めの調整ですとか効果的に内服することできているでしょうか以外にもえゆっくりお話を聞かせてもらえませんかこういう言葉をあを声をかけさせていただいております。今ある症状を緩和する医療・看護に早すぎるということは決してありません。 痛みや苦痛を軽減して治療に集中して取り組めるようにそして落ち着いて闘病生活を送れるようにそしてそして一緒に先々のことを考えていかれるように主治医と協力しながら症状が緩和するように支援します。 ここでいう緩和っていうのは基本的な緩和医療のことで今は主治医の先生たちも緩和ケアの研修を受けて基本的な症状緩和ができるようにというような研修が行われております。それれ以外になななかなか痛みが取り切れない なかなかこう薬を調整してもこの苦しさが取れないっていうような難重するような苦痛に対しては、えー、緩和ケアの専門医にも私たちは主治医に提案して、えー、声をかけて相談をしておりますで自宅生活の環境を整えるためにです、えー、ここに、えー、退院調整看護師というのが出てきました、えー、病院の中で、えー、入院中から退院 自宅への生活となった時に家では、えー「布団だから起き上がりが大変だどうしよう」とか「実際家に帰ったらトイレまで歩けるんだろうか」とか「3食の食事どうやって作るんだろう」「退院しても傷の処置が必要」って言われたけど一体誰がどういうふうにけ処置していくんだっていうようなことあると思います。 えー、自宅生活での問題点っていうのは生活環境も違いますし生活感、えー、何を大切に生活しているかということも、えー、お一人お一人違いますので問題点が本当に異なります。ですので、えー、病棟や外来の看護師さんが一番そういう情報をあの持っておりますので、えー、私たちは病棟や外来の看護,看護師さんと情報を共有しながら一緒に考えて。 毎日は安安心してて楽にに送れるように整えています退院後の自宅生活で必要な治療や医療処置看護の継続がスムーズに行えるように病院内や地域のさまざまな職種とも連携して調整を図っています。 最後に、えー、と外来化学療法センター、病院によっては外来化学療法室というような表現で、えー、呼んでいるところもあると思います。今はあの病棟での入院治療から外来治療へと、あのー、移ってきておりますので、このように外来に抗がん剤治療をするようなセンターがございます。えーこのえー、と有害事象へのケアですとか、えー がん化学療法の継続通院がしんどい有害事象がつ,ろいつらい、辛い自宅でのセルフケアをやっていけるのか不安というような、えー、悩みを持っている方にも、えー、とがん化学療法看護の認定看護師や、えー、私たちがん看護専門看護師が相談に応じます。 仕事や家庭内での役割など患者さんの生活状況に合わせて有害事象の予防や悪化防止に向けたケア方法を一緒に考えていきます。有害事象が強く出ている場合には先ほどもお話ししましたが苦痛を聞きながら主治医と治療方法の検討も行います。有有害事象ががいいと、えー、毎日のの生活が有意義なものでなくなもでくってししまいますし 楽,しく楽に生活できなければ何のために治療しているんだろう何のために生きているんだろうというようなお声を患者さんたちからあの度々聞きますのでそれでは私たちにとっても何のために治療しているのかなというふうになってしまいますのでいかにあの苦痛を軽減して副作用を少なくケアできるようにというのを心がけながら相談に応じています。 はい、えっ、ー、と、ご清聴ありがとうございました。えっ、ー、と、この後は、あの、がん相談支援センターと看護ケアチームについて。あの、小沢の方からお話しさせていただきたいと思います。えっと、皆さん、こんにちは。えっ、ー、と、がん看護の専門看護師の小沢と申します。私は、あの、今、ね。私が看護師になった、つい。 ついこの前なんですけど私が看護師になった頃はもう皆さんずーっと治療が終わるまで入院をしていた時代だったんですが今やもう1週間10日ぐらいで皆さんどんどん退院をされて外来治療が中止になってきたりあるいはおうちに抗がん剤持って帰ってそのままお家で治療したりとどんどんあの病院の中ではなくて、まあ、外来や外に治療だったり、まあ、あの治療する場があのシフトしています。 ということであのその病棟の中だけでいろんな問題が起こって終わるという時代ではなくなったので、えー、と今回は、まあ、がん相談支援センターと緩和ケアチームという2つの組織での,せんあのがん看護のスペシャリストについて少しお話をしたいと思います。えー、とまずがん相談支援センター えとここはま,ああのまだ設置が必須ではないので必ずしも専門看護師や認定看護師がいるわけではないんですが、えー、といる専門看護師認定看護師がいる病院のかなりの割合でここに配属になっていることがあります。あとはここに配属になっていなくても院内の専門認定看護師にまあ相談の内容によってはつなげてくれたりします。でこのお話をする前提として皆さんがん相談支援センターってご存知でしょうか えと全国のがん診療連携拠点病院にはあのがん相談支援センターがあの必ずあります大体いい今400ぐらいあの拠点病院ってあるんですけどその病院の患者さんやご家族はもちろんですけれどもその病院に通っていない患者さんやご家族あるいは市民の方のご相談にも受けるっていうのがあの拠点病院のがん相談支援センターの役割になっています。拠点病院は皆さんご存知でしょうか 専門的ながん医療の提供とかが地域のがん診療の連携協力体制をこう整備していくということで厚労省が定めている病院で、えー、と各都道府県にはその都道府県の中心となる都道府県のがん診療連携拠点病院とその地域の中であのこの地域この地域二次医療圏といいますがそこで中心的な役割を果たす地域がん診療連携拠点病院というのがあります。 でも例えば東京とかはあのすごく病院があってあ,のある程度同じようなことをやっているんだけれども、まあ、認定をまだ受けてないような病院もあるのでそういった病院は都道府県が認定をしている拠点病院のようなものもあります。なのであ,のある程度大きくてがん治療をやってる病院は、まあ、ある程度こういった機能を持っていますしがん相談支援センターもしくは類似したあの組織を持っています。 がん、ね、相談支援センターではがんについて、まあ、ある程度勉強してきた詳しい看護師やソーシャルワーカーが相談員として対応しています。 でその中でがん,がん看護の専門看護師やがん関連の認定看護師があの特にです、ねまあ、そういう人たちはあの病気のこととか治療とか症状緩和方法などにより精通しているのであの患者さんやご家族の、まあ、ご状態やご気持ちに沿いながら他の医療者と協力して相談に対応するということをしています。 でがん相談支援センターでは、まあ、いろんな治療の情報であるとか生活全般とか地域の医療機関なんかについて相談できるのであのもし何かご心配がある時にはも,うもちろん身近な主治医とか看護師とかでもいいんですけれどもこういったがん相談支援センターがあればあの気軽に相談していただければと思います。 ただ時々ですねあのセカンドミニオンをここで受けたいんですとかここに電話してきて私の治療これでいいんでしょうかっていうふうなお電話もいただくんですがそれはやっぱりちょっと色あのその方の診療情報とかがわからないとあの簡単にそれいいですよとかダメですよとか言えないので、まあ、治療についてのご相談は受けてはい,なせいません。じゃあ具体的にどういうい相談ができるのか と言いますと例えば自分の治療とか病気についての情報を知りたいとかあの治療を受けた方がいいんだろうかとかあるいは医師の説明聞いたんだけどちょっと難しいんだよねとかもう医師に自分の気持ち伝えたいんだけどなかなか先生忙しそうでちょっと伝えられないんだよねとかあるいはちょっと治療費がちょっと高くて経済的に困ってるとか何か制度ありませんか あるいは仕事を続けあの治療を続けながら仕事もしたいんだけれどもどううやっていけばいいけばんでしょうかあとはあのご自分が介護とか育児をしている人が、まあ、患者さんになってじゃあ自分が入院中介護とか育児誰かサポートしてくれないですかとかあるいはあと患者さんのご家族が患者さんに対して家族としてどう接したらいいのかななんかちょっと最近イライラしてるんだけどどう対応していいのかわからないんです。 というようよなご相談も受けていますあとはまあご病気とか治療で気持ちが落ち込んでつらいとかちょっと話をな,んかなかなかねお友達とかでもまあ,あのご病気じゃない人には自分の気持ち言えないのでちょっと気持ち聞いてほしいんですよって言って来られる人もいます。あとはまあ病気や治療の影響でまあ例えば食事があまり食べられないんですとか、えー、と治療の副作用が大変なんですとか。 あるいは、まあ、自宅でじゃあちょっと自宅を中心に療養していた行きたいんだけどどうしたらいいでしょうかとかどうか自分の家の近くに緩和ケア病棟はないでしょうかとか、まあ、要はいろんな相談ががん、まあ、相談支援センターではできるのであ,のあまりこれは相談していいのかなと思わずにまず相談してみてでそこで相談ができなければ多分院内の別の専門の箇所にこうつなげてくれるので、まあ、気軽に相談していただければいいかと思います。 でこちらがまあ私がいる病院のがん相談支援センターとかあの相談の窓口のところなんですけど大抵の,あのがん相談支援センターには、えー、とこちらあのがん対策情報センターが作ったいろんながん各がんについての冊子があるんですけどそういったものを皆さんに提供したりとかこういうふうに対面でのご相談っていうのにあの載ったりしています。 あとですねがん相談支援センターでは対面あるいはまあ電話でのご相談以外にいろんな活動をしてまして例えばがん患者サロンっていうのは患者さんとかご家族とかそういうご自分と同じ立場の人が一緒に集まって、まあ、病気のこととか今困ってることとかを気軽に話し合う交流の場のことを言います。 で最近では大抵のが,相談しあのがん診療連携拠点病院にはありますしあと NPO 法人ですとかあるいはあの市町村でこういった会をやっているところもあります。でこういったがん患者,サロン患者サロンに行って他の患者さんの話を聞くことで悩んでるのは自分だけじゃないんだ。 ということでちょっと気持ちがね少し楽になったりとか他の患者さんあこういうふうな工夫してるんだなっていうことで、まあ、自分の何かの問題を解決する糸口を見つけたりとかあとはまあ他同じ立場の人につまり医療者とか、まあ、ご家族とはまた違った意味で他の同じ立場の人と話をするっていうことで安心感や連帯感が生まれてくるっていうこともありますし。 まあ今度そういった会に何回か参加して今度新しく来た人のが「ああそういうふうにすればいいんですね」って自分の話を聞いて言ってくれることであのああ自分も他の人の力になれてるんだなというこういった会を運営したりもしています。 これはうちで6月にやったあのアロマでリラックスっていうのをやったんですけど、えーとまあ、参加してくださってる人あのこの人はあの。 アロマの資格を持ってるうちのナースなんですけど、まあ、アロマでちょっとやってみた後でこういうふうに集まってみんなであの今ちょっと困ってることとか考えてることのお話をするというようなことをやりました、まあ、病院によっていろんな形の会がありますがこういった会の参加っていうのも一つもしかして皆さんの役に立つかもしれません。あとでですね最近では就労相談会 っていうのもやってます皆さん,就労,がん就労って知ってますでしょうかあの昔はがんになって仕事を続けるってあんまり考えにくかったかもしれませんが今がんになる人のうち、まあ、15歳からまあ65歳をまあ就労可能年齢とするとがんになる人の3割はこの年齢なんですね。 つまりこの人たちがみんなじゃあがんになりました仕事を辞めますっていうわけにはなかなかいかない社会としても困っちゃうしご自分としてもやっぱり生活もあるし困ってしまいますそれにまあ働くっていうことはもちろんまあ医療費とかをこう何て言うのか賄、まあ、うための生計でもあるけれどもやっぱり生きがいやりがいとしてまあそういうものもあると思います。 こういったやっぱりがん患者さんがまあ仕事を辞めないで続けていけるようにもう最近ではありますが国や都道府県でもいいろんな取り組みを始めています。まあ、最近いろいろこう取り組みを始めてきたので、まあ、全てのがん診療連携拠点病院でやっているわけではないんですけれどもいくつかの病院でまあお仕事に対してまあ個別にこう相談するだけではなくて。 でえー、っとお仕事相談会というようなものを病院の例えば相談支援センターのスタッフと社会保険労務士とかキャリアカウンセラーというようなお仕事の専門家とともにそういった相談をに対応するというような試みも行っています。 ま、そういった試みはまあいろんな病院でやってますので、まあ病院のホームページとかを見ていただくと、少しまあやってるところにあの参加できるかもしれません。まあ、ちょっとその病院の中だけでやってるところと、まあ院外の方にもまあ,あのオープンにしているところとあります。あと、次に看護ケアチームにもえっと専門看護師認定看護師がいます。 ケアチームの専門看護師認定看護師は看護師は専門看護師認定看護師であることというふうにある程度決まっているのでここには大抵そういうがん看護のススペシャリストがいますで緩和ケアチームの話をする前に皆さん緩和ケアって言葉は聞いたことあると思うんですけれどもあのいわゆる終末期のケアっていうふうに思ってませんか 終末期のケアって思ってる人実は私が対,あの対応する患者さんにも結構いてあの緩和ケアのチームとに会ってもらったらいいんじゃないかって言われるともう私そんなそんなまだそんな時期じゃありませんって言われる患者さんやご家族って結構いらっしゃるんですね。 で病院としても今まではどうしても治療をやるがんを治すっていうことに力を注いでいて症状の辛さっていうのがあっても例えば治療の副作用だからちょっとこの時期仕方ないよねっていうようなところもある程度あったかとは思います。しかしか最近では癌がこう進ん進だ時だけじゃなくて でまあ、がんと診断された時から皆さんいろんな症状を持っている方いるわけです痛い人とかだいぶい人とかそういったあの症状を早期から緩和して患者さんの辛さを早くからなくしていこうという取り組みがもうどんどん普及しています。 ただこれはちょっと市民に対するアンケートで、まあ、2300 23人ぐらいの市民に、まあ、緩和ケアっていうのはがんの終末期だけではなくってがんの初期から治療と一緒に受けるっていうことができることを知ってますかっていうようなアンケートなんですけど全、まあ なく知らないっていう人がやっぱり6割ぐらいいらっしゃるんですよね。で、こういう市民の方がま患者さんになっていくわけなので、特に患者さんなりたての方はなかなかやっぱり緩和ケアっていうとまだまだ週末期医療というふうに思っていらっしゃるかもしれません。ただですね、まあ緩和あの癌の長い経過を考えていきますと、まず最初の頃の時期ですね。最初の頃の時期。 癌と診断されたときからまあ、症状があれば、あるいはお気持ちの辛さがあれば緩和医療っていうのは始まります。痛み、痛みなどの症状がある場合は、その症状を取り除いてまあ、症状があると。まあその症状だけじゃなくて体力が消耗したりもしますので、そういった体のまあ、体や心のストレスを取り除いて、がん治療にしっかり取り組めるようにサポートをしていきます。 治療中の時期はあの痛みなどの症状がある場合はその症状を取り除いて、えー、とごめんなさい症状がある場合は取り除いて、まあ、治療にしっかり専念できるようにしていきますしその中でいろんな症状に関連するような辛さ気持ちの辛さに関しても一緒に対処法を考えていくっていうのも緩和ケアです。 で今度癌がまあちょっと進んでしまった時期ですね。進んだ時期はま治療がだんだん難しくなる場合もあります。ただ患者さんがまああのできるだけ最後の最後の時期まで辛いことが少しでもないようにさまざまなま症状緩和治療あるいは心のケアをしていく。これも緩和ケアです。 で適切な緩和ケアを受けて苦痛が和らぐと、まあ、ぐっすりと眠れたりちゃんと食べれるようになるっていうことにもなりますしあの治療中であれば治療にしっかりまあ向き合えるような元気が湧いてきたりとかあるいはまあ気持ちが明るくなって人と明るくコミュニケーションが取れたりいろんなことに 前向きになれて家の中に例えば閉じこもってるんじゃなくてじゃあちょっと外に出ようかなとかそういうふうな気持ちになれるというような効果があります。 では、緩和ケアチームとはどういうものかというと、まあ、皆さんの中にも緩和ケアチームの医療者と接したことはある方もいらっしゃるかと思うんですけれども、えー、っと体や心のケアあの治療をしていく担当する医師とあと緩和ケア専従看護師ここはもう専門看護師であったりあの緩和ケアの認定看護師あるいはがん性疼痛認定看護師っていうまあ,あの 特に癌の中でも症状緩和に特化した専門認定看護師がいることが多いです。その他、薬剤師まあ、この4社は多分必ずチームにいます。あとはその病院によってソーシャルワーカーがチームに加わってたり、リハビリスタッフや栄養士がチームに加わってたりということになっています。 でまずはまあ入院中の患者さんであれば痛みやつらさのある方のところにまあ主治医とかまああの病棟の看護師の依頼であのチームがまあ患者さんのところに伺ってまあ診察していろんな症状緩和の方法を主治医チームと一緒に話し合ってやっていったりとかあるいはお気持ちのつらさに対してお話をお聞きしたりします。 でまあ、専門的なケアがいる時はあの精神的な方の専門の医師の、まあ、例えば睡眠剤の処方であるとかそういったことも行いますで。もし患者さんが退院されても外来でもそういった緩和ケアが専門的な緩和ケアが継続して必要という場合はあの外来でもまあそういったチームが診察をいたします。 でまあ、たくさんの、えー、と人たちが関わっています先ほど言いましたように、まあ、医師であったり薬剤師ソーシャルワーカー心理師栄養士、リハビリスタッフ、まあ、病院によってはそれ以外の職種も関わってまあ 人間って多面性があるので、まあ、医師がいい痛み止めを出せばそれで済むというわけでもなかったり、ある薬剤師さんがまうまくあの痛み止めの説明をすればそれで済むっていうことでもなかったりするので、チームで多面的に患者さんをサポートするようにしています。その中でまああの看護ケアチームの専門や認定の看護師はじゃあ 医療者にどう症状を伝えればいいのかななかなか痛みを痛いって言えなかったりとか例えばよく皆さんの病院でも数字で痛みを聞かれる病院もあるかもしれませんが数字で言えないとか、まあ、そういうふうな症状の伝え方をどうすればいいか一緒に考えたりとかじゃあ具体的にその痛み止めの飲み方もありますがどう動くと痛みが楽かなとか。 あるいは、どのように生活すると例えばこういう時期に先に痛み止めを飲んどくとあのこういう動きをしても痛みが少ないですよねとかそういうふうなあの生活の中での症状緩和や、まあ、あとは気持ちのケアなどの、まあ、そういったことを、えっとまあ、日常生活全般について一緒に考えていって支援をしています。で いろんなところでこういったがん看護のスペシャリスト皆さんあんまり知らなかったかもしれませんけどあの今日知っていただけ たあのとても嬉しく思いますいろんなところでスペシャリストは活動していますしもちろんそのスペシャリストの手前で一番皆さんが接するのはあの病棟や外来や検査室だったりっていう、まあ、看護師多くの看護師もやっぱり皆さんの体や心の辛さを少しでも和らげて治療が順調に進んだりとかご自宅での生活にまあ少しでも不自由がないようにっていうような気持ちでサポートをしています。 ですから何かあったらぜひお気軽に近くの看護師に相談していただけると私たちもとっても嬉しいです。で私の話は以上です。ありがとうございました。えそれではあと10分ほど時間がありますので、皆さんからご質問を受けしたいと思いますが、いかがでしょうか。大ご質問ない どうですか皆さんの周りですでにもこの専門看護師とか認定看護師と接したことがある方はどれぐらいいらっしゃいますかあでも まだま見たことないっていう方で今日あの今私たち3人見られましたので見たことになるかと思いますがあのもう私もこの資格を取ってから15年になりますけど昔は珍しい存在でしたけれども今はそうでもなくなっていますただ時間の制限だとかシステムによってはうまく役に立ててる人とすれ違うけれどもあんまり声かけられないとかっていう現状もまだまだあるのかなと思うんですが求めていただくことその窓口がおそらく 相談支援全体になるんだろうと思いますので、えー、ぜひ声をかけてみていただけたらなと思います。いかがですか？あの苦情も今日はちょっと受けたまわろうかななんて思っては来ています。そうは言ってもとかってあるかもしれませんが、はい。認定そのいろいろあすみません。いろな認定の資格があるっていうのは分かったんですけど。 その見た目でその資格を持っている看護師さんというのは分からないのではないかなと思ったんですけれども、えっと、おそらく看護師は、えっと、一つの白衣でくくられているので昔はナースキャップかぶっていてそこに三本線は一番偉い人で、えっと、真っ白は平っというなんかそういう区切りがあったんですが今、それもなくなっています。 ちょっとあのちょっとだけ出しました。えっと、このまこのバッジをユニフォームにつけている。病院もいれば、あるいは病院の中。ではがん看護専門看護師、あるいは何々認定。看護師というネームのフレームをつけている病院もございます。もしあのこういうあのバッジをつけている看護師がいたら。 えっと、専門看護師は、この周りがゴールドのバッジになっています。えここに CNS、えっ、ー、と、 まあ専門看護師のスペシャリストという形で書いております。jna というのは、日本看護協会が認定をしているというようなバッチになっています。認定看護師は周りがシルバーになっておりますので、えっ、ー、とこのようなバッチ、私もつけていると、患者さんからあら、このそのバッチ何って、あのとってもよく聞かれます。それで初めてこのような資格を持った看護師が自分のそばにいて、自分のことをケアしてくれるんだっていうことにあ。 それだけでも安心感を持ってくださる患者さんもいらっしゃいますのでもしこのようなバッチをつけている方がいらっしゃったらあの患者さんの方からぜひぜひ声をかけてみてください。はい あとは、えー、とこれ日本看護協会というところの認定になっていて専門看護師、認定看護師で検索していただくと全部公開になっています。なのでご自分がかかりつけの病院に、えー、とどの資格を持ったナースがいるかどうかというのはそちらから検索することも可能です。で案外その センターが先ほど小沢さんのところの病院みたいに整理されていない病院だと普通の夜勤だとか病棟勤務をしていてそのバッジをつけてあのより特化した仕事をするっていう風になっていない病院はまだまだあるようなのでぜひあのご自分の病院にこの自分が相談したいなと思う人がいるかどうか検索されるとあのより近づきやすくなるかもしれません。他にご質問いかかががでしょうかはい今もマイクがきます あの今のお話でその、まあ、日本じゃまだ認定看護師と専門看護師が少ないっていうことが非常によく分かったんですけれどもあのせっかくある資格が、まあ、残念ながらまだ生かされてないっていうのが実情だっていうのもよく分かったんですけどもあの聞いててちょっとごめんなさい分からなかったのがあの例えばその。 一般の看護師さん要するに看護学校を出て国試を出てできた看護師さんとその認定看護師さんとその専門看護師さんっていう、まあ、上に行くほど上位になるっていうことはなんとなくイメージで分かるんですけれどもそれぞれにしかできない例えばあの専門になるとあの一部医療行為ができるとかあるいはこれでしかできないとか何かそういう法律的な括りとかあるいはそのキャリア形成するまでに何年以上のキャリアが必要みたいななんかそういうようなその 実態みたいなの,のはちょっとあるかって説明していただけるとありがたいかなえと今ご質問いただいたことは裁量と言います医師は薬の処方ができるナースはできないでその裁量については実は専門看護師認定看護師一緒です。裁量上何も変わりがない です。で、この資格認定を取るまでにえっ、ー、とがで取りたいと思ったら、がん看護の分野で5年の経験を積んで、その後専門看護師は2年の大学院に行きます。で、認定看護師は6ヶ月間のあの研修を受けるというのがまあ、流れで、それが終わって、その後看護協会の認定試験を受けてまあ、資格を取るという流れになっています。なので、知識だとか、えっ、ー、と実習を必ずえっ、ー、と学習している過程で受けてますので、えっ、ー、と。 視線力というところの差はあるんです。けれども、視覚上ではあまり差があまりは差がつけられていないのが現状でで、やっぱり私たちせん。あの看護師って言えば現場の人ですので、たくさん場数を踏めばたくさん力がつくんですけれども、専門性の高い仕事にあまり任されていない人たちはまだまだそのキャリア形成も途中っていう人たちもたくさんいるかもしれません。ただ今、日本はがん対策が進んでくれている。おかげでこセンターとか決まったところで。働いて 働きが見えるようになってきていますので、かなりあの看護の中でも他の分野よりは随分がんのところはあの専門特化した技能っていうのが見えやすくなってるかもしれません。まあ、薬、えー、と。 痛み止めの処方をされたっ、えー、とのマネージメントか調整管理ですけれどもその指導力だったりだとか抗がん剤治療中の時の,その有害事象で出ましたけれどもどのタイムでどの薬をどう使えばいいのかってこの指導のタイミングだとかっていうのをほぼもう医師と同等に行っていたりしましてこれから増えてくるのは有害事象でハンドフッドっていって。 手が荒れてくる処方なんで、えー、と薬が増えてくるんですけれどもその皮膚症状が出たときにはまんべんクリーム塗ってる人が結構長持ちするんですよねそれをしつこくクリーム塗ったかっていう,こう指,導指導っていう言い方よりはあの追っかけていって、えー、と管理方法をこう身につくまで、えー、とついていくその辺の執着心みたいなものがたけているのがこの人たちだろうと思っています。あともううぐらいいご質問を受けますがいかかでしょうか お昼ご飯を食べたとともに今度バッジをつけた人を見たらぜひ声をかけていただくなどお願いできればと思いますそれでは時間になりますのでこれで終了にしたいと思いますぜひあの今日皆さんと交流できたことをあの学会にも返していきたいと思っておりますのでアンケートのご協力もぜひよろしくお願いしますあの入り口で、えー、回収させていただきます今日はどうもありがとうございました